7連勝中の首位広島に対し、2位巨人はエース菅野が登板。巨人1点リードの5回、ツーアウト満塁のピンチを背負った菅野。打席には3番丸。渾身のストレートで得点を与えません。その裏、1番中井。広島先発野村から2号ツーラン、3対0とリードを広げます。大広島は6回、ワンアウト1塁3塁で7番阿部。ファースト阿部が送球を迷う間にホームイン。フィルダースチョイスで広島が1点を返します。なおもツーアウト2塁3塁とチャンスは続き、代打小久保。2点タイムリーで同点に。この回途中で巨人のエースをマウンドから引きずり下ろします。チャンスが続く広島は2番菊池。今日4本目のヒットで勝ち越しに成功すると、この日初めて4番に座った鈴木も続き、6対3、怒涛の攻撃でリードを広げます。逆転された巨人はその裏、1点を返しなおもチャンスで代打亀井。一振りにかける代打の切り札が執念のタイムリー。これで1点差。さらに続く7番重信が連続タイムリーを放ち6対6。試合は熾烈な乱打戦となります。追いつかれた広島、7回ワンアウト二塁で小久保。現在7連勝中、これが今の広島の勢い。再び勝ち越すと、2番菊池が止まらない。今日5本目のヒットは試合を決める1号ツーラン。激闘を制した広島、引き分けを挟み8連勝です。これで8連勝です。すごいですね、はい、かみてます。僕にとってもそうですけど、チーム、そしてファンの方もみんな大きいと思ってると思います。さあ、ということで広島は14安打9得点で打ち勝って勝利、まあ、引き分け挟んで8連勝ということになりました。特にヒーローの菊池選手がすごかったというところでね、稲葉さん、右に打って左にホームラン飛ばしてと。そうですね、まあ、5安打で3打点の大活躍でしたからね、はい。まあ、中でも注目した打席がこちらなんですけど、はい、6回の表同点の場面、この場面でのタイムリーヒット、はい。まあ、このバッティングのね、はい、何がすごいかと言いますと、うん、まあ、ピッチャーはこの初対戦のルーキー谷岡投手で、まあ、ここでね、初球から打ちに行けたことなんですね。まあ、なぜ初対戦の投手の初球を菊池選手が打てたのかといいますと、僕は WBC の経験がね、非常に生きたんじゃないかなというふうに思います。まあ、国際大会で大切なのは、初対戦で癖のある外国人投手にいかにタイミングを合わせるか、相手が投球練習を行うときに球筋を見極めることが求められるんですね。まあ、その経験が生きて準備が、ね、しっかりできたと思うんですよね。まあ、だからこそ生まれたこの初球打ちだったんじゃないかなというふうに思いますね。バッターボックスに入る前にしっかりとそのモーションを見てた。そうですね、モーションとタイミングをしっかり合わせたということですよね。だからスイングがしっかりできてたんですね、はい。次はこちらです。